はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、原神の方でね、遊んでいきたいと思います。さあ、いけるか、大丈夫そうか、登れるか。あ、オッケーオッケー、いいよ、順調だよ。出た、これなんだ、たまにうんって時あるんだよな。けどこれは結局あれだもんね、集めたらいいんだもんね。これいけるか、大丈夫。あ、いいや、とてもいいですね。ある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 あの、ワープ地点みたいなとこ行きたかったんだから、行ってこよう。これどれぐらいの高さだったらセーフなんだろう。おい、順調だよ、いい。結構この扱いにも慣れてきたな。いい、うまいうまいうまい。お、8になったけど、また8か。遠いんだ。やばいよ。だってまだ2桁でもないんだから、やばいな、マジか。あ、でもなんかストーリー進んだっぽいな。アンバーと話したって。え、アンバーって誰だっけ？アンバーってあれ、もしかして間違えてなかったな。あの、炎系のさ、弓矢使う人。あ、右にごめん、あったわ。そうだね。ということは、一旦、帰ったらいいってこと？あ、そうだね。びっくりマーク出てるもん。ちょ、行ってくるわ。うわ、なんか、やっと、なんかストーリーっぽいストーリーにたどり着けたの、なんか嬉しいな。けど、8なんだ。なんでだろうね。10からかと思ってた。いや、まあ、なんでもいいけど、行ってくるわ。これで多分、これクリアできたら、あの、またランクが上がりやすくなるというか、いい、多分経験値的なものが普通に、ちょっとすいません、邪魔ですね。多分の、もうちょっと待って、そっちに行きたいんじゃない。下手くそすぎるな、そんなことある。ちょっと待って、せめえな。やばいよ、普通に行った方が早かったかもしれない。なんか近道しようと思っただけなんだけどな。でも、どこ？ああ、あのなんか、石像みたいなとこあるとこ違うかな、全然違かった、どうしよう。でも最初あっちだと思ってたもんな。あの、なんだっけ、騎士団があるとこ。でもそっちじゃないんだね。いや、まあ別に、正直な話、まあまあ別に進められるんだったら、まあどこでもいいけど。あ、いた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 。あ、こっちのセリフな。この前あげた風の翼はどう？まあ、吸引数を気がつく高いのも飛んでんの、やばいな。けど、飛行免許はまだ持ってないよね。何、免許とかあんの？習ってないけど、そんなの。飛行免許？そうだよな、自分だけじゃないよな。習ってない、習ってない。なんだけど、その飛行免許を持っている人だけが、マジで？このモンド城内を飛行できるんだよ。知らなかった、ちょいちょい使ってっけどね。え、彼女、うん、もう結構飛んでるぞ。絶対早く言えよ。なんでその跳ね越えた時に言わないの？毎日コチコチ飛んでたから、みんなの目に止まったみたいだね。あ、じゃあ、マジか。いや、全然気づかなかった。言っとけ、最初に。飛行免許を届けに来てくれた。あ、ありがとう。え、そんな勝手にもらえるもんなの？まさか。基地にだってちゃんと規則があるからね。だよな、さすがにダメだよな。一瞬もらえるのか、ありがとうと思ったら、そうだよな、あるよな。そりゃそうだよな、相場あるよね。うん、うそうそう思ってたよ。試験官として、あんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。簡単なのかな。けど、もう使ってっからね。風の翼を渡したのは私だからね。そうなんだ、そうなんだ、でもそうだね。きっと仁さんもそう言うし。テスト、ちょっとぐらいずるした奥さんは。いや、でもすでにもう飛んでるからどうせいけるんじゃない。けど、いいんだったらしてほしいけど。絶対にダメ。ああ、ダメなんだ。だからね。いや、でも結構腕前見たことあるだろ。結構頑張って生きてるよ。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。あ、じゃあ全然余裕じゃん。早くくれよ。規則と飛行基準は守らないとダメだからね。ああ、まあそりゃそうだろうね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど、理解はしておいてね。簡単なのかな。どうするめっちゃ多かった。文字ばっかりかな。なんか漫画みたいな感じにしてほしいな。重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか。あ、そうなんだ。風スライムを使った飛行は禁止とか。なんだっけ、風スライムって聞いたことあったかな。とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって、私も熱い本をたくさん読んだんだから。なんか一緒にしないでほしいね、魔法と飛行。熱いな、仕方ない。てか、分厚いの嫌だ。とりあえず読んでみるか。まあまあ、わかんない。読んでみたら意外と面白い可能ないか。どうせ文字ばっかりだろ。違うのかな。漫画スタイルはないの？無理？ダメ？それだったらな。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。これなんだろう？自分で後でチェックパターンなのかな。あー、とりあえず読んでみようとか出る。急に？え、急に？世界に最初の風が吹いた時、ああ、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず、ああ、飛ぶことができなかった。え、スズメって飛べるよね。あ、物語の中だからかな。彼らは風神に問いかけた。どう
すれば大空を抱きしめられるのか。あ、飛べるかじゃないんだ。一番大切なものがまだ見つかっていないから。へー。そう風神は答えた。何それ。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。あー、飛べなかったんだね結局。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。やばいね。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。よく行けたな。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに飛べてねっていうか。そして彼らは危機として風神に言った、なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。あ、他の鳥も飛べなかったの？それは知らなかった。ふーん、すごいな。けどよく行けたね。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南って、こんな感じなのか。もうちょっと思ってたの違うよね。まあ、ロマンチックではなかったけど別に。あ、こそのまま行くんだ。風、勇気と翼。うーん、でもそれはびっくりした。こいつ走ってきたから、こっちに用事あんのかと思ってた。誰だあいつ。びっくりする。なんだよ。え、でどこに行けばいいの。まあ、どこでもいいとか、そんな遠くなければいいけど。てか、なんか、なんだろう、もっとさ、文字だけでさ、本当になんか、俗に言う説明書みたいな感じだと思ってたけど、優しかったね。よかった。危ない。なんかめんどくさいというかさ、文字ばっかり見てもさ、はーってなるじゃん。だそっち系じゃなくてよかったよ。もうそこだけめっちゃ安心したわ。個人的に大変なんだから、文字ばっかり見るの絶対疲れるもんね。はーってなること間違いないから、いい。あんな感じでさ、なんか物語系にしといてもらったら楽々。だから全体的にさ、説明系をさ、そっちにしてもらったらだいぶ、あー敵、今忙しいな、こっち。あー、めっちゃ忙しいな。あー、すんごい忙しいな。もういなくならないよな。けどいい、まあ、まだレベルがそんな高くないから、どうせ倒しきれるからいい。え、なんだっけ、どこに行きたいんだっけ。こっち、どっち、もういいか、行ってくるわとりあえず。あ、出た。あれ、これだったっけ。毎回間違えるんだよな。違う、こっちか。そろそろ学べ自分よ。本当に忘れちゃうんだよな。そうか、火を消さないと取れないのか。なんか火だから普通に考えて消せばいいだろうけど、なんかゲームの都合上さ、そっちじゃないパターンだったらどうしようと思っちゃうんだよな。いいですね。このさ、なんだっけ、鉄鉱石系をさ、一応取ってるけどさ、使うとき来るかな。いや、まあ、いずれは来るだろうけど、ちょっとまだそんなレベルじゃないもんな。どこ？てか、あれなんだね。お城の中じゃないんだね。全然違うところに、あ、いた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 。なんでこんなところにいるの？アンバー。来たね。うん、来た。飛行指南は読み終わった？うん、読み終わった。一応規則や制度も理解した？まあ一応、その渋々って感じ分かるよ。でもなんかそんなこと書いてなかったの。飛行指南はつまらないからね。これはダメです、私も読みたくのみたいな。わあ、このことはジンさんに内緒で。つまらないの、草だな。そうか、このお話結構面白かったけどな。そうそう、なんか、ストーリー性がね、すごかったもんね。面白い？あ、もしかして付録の実例集のこと？なんだそりゃ。そんなのあったか？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは、風スライムで飛ぶやつかな。わかんないけど、なんかわかるわかる、好きそう、それ。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。あ、そういうことか。いつか試してみたいな。おー、頑張って試すがよい。それじゃないぞ、鳥が空を飛ぼうとする話だ。え、何？ちょっと見せて。これ私が小さい頃に大好きだったドームだ。何やってんだこいつ、何やってんだ。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かけるときに取り違えたんだ。なんで一緒のとこ置いてんだよ。全然違う本なのに。違うだろう。間違えたりするか。うん、まあ確かにな。こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は、私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。あ、そういうこと。大事なのは強き風ではなく勇気だ、それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした、この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも、
まあ、この話はおしまい。この人からしたら、まあまあまあ、わかったわかった。そういうことか。ああね。緊張しないで。いつもと同じように飛べばいいから。なんか私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。当てたよ、そっちパターンか。ちょっと苦手系な気がするな。大丈夫かな。え、行くよとりあえず。ああ、こういう感じね。OKOKOK、いいよ。とてもいいですよ。順調ですね。あ、そうか、これ上上げてくれるやつあるんだ。OKOKOK、いいよ。とてもいいよ。順調だよ。って、でもあれなんだよな。なんで白色なんだろう。赤色とかさ、なんかもっと派手な色にしてほしいな。これさ、今はさ、まだ余裕あるからいい。余裕なくなった瞬間、なんかあれどこ行ったとか、やばい、今取れた。若干取れてなさそうなのあったけど、高さがなんか微妙なんだよな。これはそのまま下に置いたらいいのか。あ、いいですね。ハテナって書いてる。これは普通話しかけたらいいのね。合格。あ、だろうな。さすが暴風の中でもバランスを取れただけあるね。ありがとう。まあ、次のテストはモンド城内でだよ。うん、先に行ってるから、うん、早く来てね。いや、連れてってくれたらよくない？なぜだ。よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あ、もう戻るのはいいけど。あまり待たせるの。いやいや、大丈夫大丈夫、あれできるから、あのワープワープ。いや、それはさ、全然いいんだけどさ、あの一緒に連れて帰ってよ。よくない？別に、だって同じ場所に行くんだから。いや、なんか例えばさ、この戻ってくるのも試験だからってなったらわかるけど、え、待って、試験関係ないよね。なぜですか？でも一緒に、ね、連れて帰ってくれたら超便利なのにな。まあいいや、とりあえず、え、これさ、やっぱ騎士団のところに戻ってる系？よくわかんないな。どこに行ってるんだろう。何これ、どこ？ん？あ、教会？あ、教会じゃねえや。何だったっけ？あ、大聖堂か。そっち？なんかまあ、ん？で？でもさ、飛ぶんだったらさ、高いか。あれ、この建物の中で一番高いとこどこだ？で、どこだ？あ、こっちか。あ、やっぱりそうだね。教会というか、そっちの中だね。行ってくるわ。急げ、急げ、急げ。え、中にいるの？外にいるの？あ、さすがに外か。そうだよ。建物の中やばいか。おーい、ここだよ。だろうな、見えてる、見えてる。早速テストを再開しよっか。はい。前回と同じで、ルート通りにゴールまで飛んでね。OK。簡単だろうな、貴様。分かってんだろうな。え、行ってくるよ、とりあえず。はい。あ、やばいやばい、完全にお店に慣れた。ちょっと待って。一旦上に上がりたいな。違っちまった。びっくりした。めちゃめちゃすごい勢い落下しちゃったよ。ちょっと待って。どっから登れる？どれ。あれ？上に登れない？あー、待って。さよなら。完全にやらかした。ちょっと待って。これどういう順番で来たんだろう。ちょっと待って、分かんなくなってきた。こうだね。いけるね。いいね。いいね、いけるね。おお、いいよ。あ、それ次こっちなんだ。あ、待って、今右上にワープあったよね。マジか。このワープ超欲しいじゃん。これ宝箱ってちなみに開けれんの？開けられるだと。この世界も私に答えてる。めっちゃいいじゃん。やばいやばい、落ちた。危ない。ちょっと待って。待って。ちょっと待って、上登れなくなった。大事件。ちょっと待って、これどうしたらいいの？やばい、試験終わりそう。やばい。てか秒数とか消えたんだが。え？ミス、あ、いるじゃねえか、普通に。なんだ、もうビビッと今、完全にもう終わったのかと思った。この世界も私に答えているの。え、でもさ、これってさ、風の翼のコツが分かってきたみたいだね。うん。じゃあ、最後のテストを始めようか。あ、まだあんの？まあ、このルートは一回飛んでるからな。このテストに合格したら、飛行免許をあげるよ。あ、じゃあさっきのなかったことで、飛行免許に向けて、レッツ。うん。分かんなくなってきた。あ、でも場所違うもんね。ちょっと待って、スタートの位置が悪すぎるな、とにかく。とりあえず行ってくるよ。OKOKOK、いいよ。とりあえずさっきの1個前のやつは何だったんだろう。あれはセーフだったのかな、よく分かんなかったな。どっち？あ、そっちか。あ、いいよ。頑張っていけるよ。OKOKOK。あ、いいよ。うまい。いいですよ。とてもいいですよ。頑張れ、いける。頑張れ。おーい！え、何？そこの飛んでる人ー、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ、うん、今いいか？今忙しいね。え、何かしたか？確かに。何？飛行免許を見せてくれる？いや、今あれなんだよ、飛行免許は取ってる途中なんだよな。モンド治安管理法第7条12項に従い発展途上中だから。今騎士団まで来てもらおう。ちょっと待ってよ、君には黙秘権があるが、うん、君の言葉は全て風が覚えている。あ、いや、それはどうでもいいんだけど。今飛行免許のテスト中なの。そう、言って早く言って。そうだったのか。このタイミングでテストとは。
間が悪いな。そのタイミングどこだ。何かあったの、うん、思った。会長が風の翼で逃げていったと修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。違うよ。会長誰だそいつ。確かに会長ってな、魔物みたいなこと。あ、全然違うじゃん。いつも風の翼を使って犯行に及ぶから会長の名がついた。そういうことか。びっくりした。普通に魔物みたいなことかと思った。そんなに飛ぶのが早いの。うーん、ああ非常に早い。今回教会のとある文化財を餌におびき寄せたんだが、まんまと逃げられてね。何やってんだよ。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだが、ああそうなんだ、あまりにも早くて、うん、その痕跡をたどっても追いつけないんだ。なんでだよ、頑張れよ。思考のプロか、うん、ならこのアンバーの出番だね。どこへ逃げたかわかる。最後に目撃したのは清泉町周辺だけど、もう時間が経ってるからね。あれ、もしかして間に合わない。安心して、ちょうど旅人もいるし。おい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 、なんでだよ、こっち飛行訓練してただけなんだが。会長を捕まえたら直接発行して。あ、いやもうテスト合格もともといいの、うん、ジンさんには説明してあげるから。大丈夫だろうな。おい、ちゃんともらえるんだろうな。頼むよ、さすがにあれは欲しいぞ。じゃあこれなんだっけ、なんとか町、なんとか町にそのまま行けばいいってこと。一旦ワープで飛ぶ、どうせ飛べるから。前行ったとこだよね。あ、よかった。ワープ一回でもいいからしといて、ワープしといてというか、ワープポイント取っといてよかった。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。